皆様こんばんは、聖隆家国際病院の坂本です。本日は新型コロナウイルス感染症の院内感染対策を取り上げます。1月に最初の症例報告がありましてから半年が過ぎました。 発生当時は、まあ、ほとんど何も分かってなくて、まあ、手探りで院内感染対策を進めていたという方も多いと思うんですけれども、まあ、半年たちましてようやく少し情報が集まってまいりました、まあ、院内感染対策を防ぐためにはどうしたらいいかということも少しずつ、まあ、あの知見が蓄積されてなんとかやりようがあるということが分かってきました一方でやはり院内感染の発生は時々ニュースになるなど あの不安を抱えて日々業務をあのされている方も多いと思います。私も同じです。えー、今日はあの2020年の7月22日なんですけれども、えー、現在分かっている、えー、院内感染対策、なるべく最新の情報を集めまして、えー、明日から役立てていただけるような、えー、情報をですね、えー、お届けできればと思っています。えー、約1時間の、えー、講演になりますが、えー、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。 では早速本日の内容をご紹介いたしますこちらのスライドにお示ししているのが本日ご紹介する内容となりますまずまどのような感染症に関しても根拠となる疫学情報が重要ですまずそれを最初にご説明しますそしてコロナウイルス感染症が疑われるあるいは確定していることが判明する前の対策 そして判明した後の対策そして最後に職員の健康管理についても少し触れて終わる予定ですでは最初のテーマに移ります。